かゆいとこはないですか？ダメ！ロイ！ロイ！アキトとルナで、アキルナです。えおーい、ということで本日の動画撮っていきたいんですけど、本日の動画はですね、皆様が待ちに待ってた打倒外我が家のお風呂入れていきたいと思います。イエーイ。って言ってもですよ、ですね、まあ、あの我が家にはワンちゃん9匹いるんですけど、はい、数的に多分尺が足りないので、ね、尺的に足りる分だけお風呂入れていこうかなと思います。はい、で、素人ランチンがお風呂入れてるところのね、動画も映ってると思いますね。皆さんぜひ見ていってください。うん、それではお風呂行きたいと思います。レッツラバーディーピッポ。おいしょー、おいしょー。さあ行きますか。お風呂、お風呂、お風呂だよー、お風呂だよー。レッツゴー、レッツゴー。よい、あまりちゃんお風呂に入りましょう。さあ、というわけでですね、こちらのマリさんの方をね、調理していきたいと思うんですけども。調理はやばい。まず、どのぐらいの温度、今ね、40度ないぐらいかな。40度ないぐらい。もう、寒いからね。寒いからね。濡らしていきます。濡らしていきましょう。おとなしい。そう、結構ね、おとなしいよ。ワンちゃん、みんなおとなしい？うん、そうね、みんな、お風呂嫌いはいないかな、別に。猫ちゃん、めっちゃお風呂嫌いだからさ。あ、そうだね、猫は嫌いだね。あと、カメラ目線とか、そういうの意識しないし。逆向こうか？可愛いねって。はい、大丈夫ですよ。マリさんが一番何？子さんなの？そう、下の子の中では一番年配さんだね。何歳？マリさん10歳です。10歳ですか。人間で言うともうおばあちゃんだよ、結構。すいません、敬語使いますね。大先輩だからね、敬語使いますね。ね、マリさん、猫ちゃんはさ、あのさ、種類によってさ、年齢の違いみたいになるけどさ、ワンちゃんってこう、犬種によっては全然寿命違うでしょ。そう、違う。ラウェイズなんかは、もう5年って言われてるから、寿命がね。うん、ラウェイズの犬種は5年？ 5 年だよ。短っ。だから、それ以上、全然話聞いてなかったから適当にうんうん言ってたのバレたよね、今。だから、5年以上行ったら、もう天からの贈り物って言われてるレベルの。へえ。お尻の辺もね、ちゃんと均等に濡らしてからシャンプーしないと濡らができちゃう。あ、はい、あったかいです。あったかいでしょ。あったかいね。どういう顔なんだろうね。え、品かな、均等に濡れたかよ。はい、はい、はい、言ってます。シャンプーです。あ、それ動物用だったんだ。そうです、ワンちゃん用ですね。俺使ったかもしれない。本当？うん、これで洗っちゃった。短毛長毛どっちでも使える、ナチュラルオールパーパスシャンプーです。です、こちらです。英文ばかり書いてあるけど。そうだね、外国のやつだね。そう、多分読めないね。これでずっとこれ。もうそう、全員そう、みんなこれです。これもやんないんだ。うん、やってください。これもやるんだね。やってください。顔ちょんぽんして、はい、どこまでやったらいいの？顔の際とか。もう結構こんな感じで。あ、そうなんだ。やっていいよ。乾かすのに大変そう。そう、大変だよ、長毛は。ねえ、もうマッサージされてる感じで気持ちいいんじゃね。気持ち悪いです。はい、かゆいとこはないですか？大丈夫ですか？うん、でも匂いは、うん、いい匂いというか、そんなめっちゃ過激な匂いしてないけど、もちろん、うん、ほんわりほんわりいい匂いする。ほんわりほんわり。マリさん、女の人？マリさん、女の子です。女の人ですか？そうです、女性です。唯一の、唯一なんだ。下で唯一の女性なんです。え、上は？上はルリーと、うん、あの、ソラが女の子。うん、一回流すか。流しますか。一回流す。尻尾とか大丈夫ですか。あ、尻尾ありました。はい。
おとなしいね、本当に。ちっちゃくなっちゃったね、まりちゃん。ちっちゃくなったね。出費した、出費してるわ。いいかな、注射いきます。大丈夫、本当にいいの。あ、注射します。注射なんだね。はい、注射です。はい、いいかしら。いいですか。はい、はい、とこは最後ないですか。大丈夫ですか。はい、というわけで、というわけで、体重かったんだろうな、今一歩目ハウルドライを、はい、やっていこう。やっていく、やめたりしない。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。マーキングとことかね、乾きづらかったです。本当になんかちゃんとしとかないと、ドライヤーする時間が長くなっちゃう、から、カルドライヤーも大事。よし、あとは向こうでですね。はい、はい、ドライヤーをやっていきましょう。はい、まーりちゃーん、まーりさーん、あ、まり、まりちゃん、まり入って、はい、来て、おい、おい、おい、はい、乾かしてもらいますよ。はい、カモン、マリちゃんカモン、そうやった。さあ、というわけで乾かしていくんですが、ここからは早送り映像をお送りいたします。よいしょ、乾いた、いけた、いけた、よし、はいはい。今でですね、大体ですね、1時間ぐらいですね、本当に。ちょうどですね、ちょうど1時間ぐらい。はい。1時間ぐらいかかりました。とりあえず残りね、あと4匹やっていこうと思います。マリさん、完成。ドゥーンというわけでございましてですね、私、アブチンがですね、なんか、あきれながらね、2人とも忙しいので、とりあえずですね、ロイズの方を、僕が、お風呂に入れていきたいと思います。やばくない？まさかの一人で任されるところロイズ。やばみなんだけど。よし、お風呂入ろう。さあ、ロイズと入っていきます。すごい、でけえ、マジで、マジででけえ、怖え。わお、はい、どこないですかって言ってますけども、どこ食べてるんですか。よし、ある程度濡れたかな。前回とかさ、ルナがさ、ほぼ戦闘機でやってくれてるからさ、俺あんまり言うのよ。ライズ、喉乾いたのねえ、っていう感じなんですけども、ライズ、喉乾いたの。色洗った後でよかった。ほら、さ、よし、ライズ、おい、こっち向いて、はい、すごい、すごい、すごい、全然足りないし、やっぱりこれ、うわ、最悪。マジ？マジ？可愛いね、でも。昨日やばかったから、僕の動画見てくださいね。絶対僕のチャンネル動画見てくださいねって言ってますけども。あんた、昨日、俺本当に死ぬと思ったんだから、ロイズ。あんたに殺されると思ったんだから、っていう動画があるんで見てください。めちゃさんで遊ぶやんって言ってますけど、もって連結の方回っていきました。尻尾がね、尻尾すごいわ、ね、ノイズ、尻尾すごいね。毛が短いから、さっき濡らしたのにもうなんかちょっと乾き気味、てかドライヤー使わないんだってね、あんた。洗えましたか。
ちょっとお腹の方を触っていきますよ。大丈夫なんですか？ねえ、お腹の方って触っても大丈夫なんですか？ごめん、多分ね、シャンプー使いすぎ。多分ね、わかんないけど。お腹の方を回っていきますよって。よし、流しますか。もうびちょびちょです。なぜ私は靴下を履きながらここに入ってるのでしょうか。ライズ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 、はい、アキトがさ、来るとさ、アキトの方に行こうとするんだよね。ダメ、ライズライズマジそれよだれすごくない？それよだれすごくない？2回目いきます。2回するらしい。最悪。よし、はい、もうそろそろ終わりです。持ってきて。はい。というわけで2回シャンプーが終わりましてですね、タオルドライの前にね、これ人間もそうなんだけど、こうやってさ、ちょっと水切るだけでマジで乾き早いよね。わかる？この感じ。オッケー。待ってよ。おー、ロイズ、待って、これ何？ロイズは何？短毛用ブラシだけで OK なの？そう、このまま終わり。これやればタオルドライで結構乾いてるでしょ。乾いてる。ドライヤーは？ドライヤーはロイズはやらない。やらない。さあ、僕はこのまま帰ります。バイバーイ。ということで、お風呂タイムやってきたんですけど、尺的にね、まあ時間がないんで、今回はねこの辺で終わりたいと思います。で、普段ルディとリブそうはトリミングだから、うん、本当グルーミングレベルだよね。イレイレやってるの。あと顔周りのマリカンとかブラシとかね、そこら辺しかやってないからね、普段は。はい、そんな感じでね、今日はこの辺で動画終わりたいと思います、はい、もしね、お風呂タイム良かったよっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、はい、まあ、うちにはいないですけど、まあ、ここにいると考えて、うっすらいると考えてはい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう、はい、オブリガチャ。チャンネル登録よろしくね。